はい、皆さんこんにちは、ポッカメです。今回はこのよく見る雑草を紹介します。皆さんこの植物多分見たことはあると思うんですけど、なんて呼んでますか？僕のちっちゃい頃はボンド草って呼んでました。でもボンド草って正式な和名じゃないんですよ。この植物は小錦草という和名がついています。なかなかいい名前ですね。小錦草は北米原産で、日本には明治時代に入ってきたとされる外来の植物です。こういう日当たりのいい場所に地面を這うようにして生えていることが多くて、道路のちょっとした隙間なんかでも見られます。こういう過酷な環境でも生きていられるのは C4 型光合成というトウモロコシのような雑穀類によく見られる光合成を行っているからと言われています。高校生以上の方は生物の授業で習った人もいるんじゃないでしょうか。詳しくは割愛しますが、興味がある人はぜひ調べてみてください。草子葉類ではちょっと珍しいみたいですね。植物の分類にはいろんな説があるんですけど、小錦草は被子植物の一種ってことは間違いないですね。そして被子植物の中でも草子葉類の仲間です。ここまではだいたい予想がつきますよね。そして小錦草は東大草科というグループに属します。東大草科はタピオカの原料になるキャッサバや、ゴムの原料になるパラゴムの木など生活に役立っている植物もありますが、毒がある植物がかなり多いです。中には命を脅かすような猛毒を持つものもいるので要注意です。東大草属もそんな毒を持つグループの一つですね。ちなみに東大草属には非常に有名な園芸植物も含まれているんですけど、皆さん知ってますか？ヒントはクリスマス。さあ何でしょうか？正解はポインセチアです。見た目はかなり違うんですけど、小錦草とポインセチアはかなり近い仲間みたいですね。ちなみにポインセチアにも毒があるので食べるのはやめましょう。まあ普通は食べないと思いますが、子供がいる家庭なんかは注意したいですね。小錦草と似た雑草はいくつかあって、まず錦草は日本在来種で、葉の斑点や果実の毛がないことで見分けられます。ハイニシキソウは小錦草よりも小型で、葉の色もちょっと青みがかかってて違うみたいですね。ただ植物は環境によってかなり形態が変わったりするんで、ちょっと見分けるのは難しいです。こんな石が敷き詰められた乾いた場所にも生えますね。どうせ雑草なんでちょっと抜いてみましょう。はい、このように茎は根元で分岐してますね。茎は赤色で毛が生えてます。この鮮やかな赤色が錦草の名前の由来だと言われてます。根っこはこんな感じです。まあそんなに長いわけでも広がってるわけでもないので、雑草の中では比較的抜きやすい方ですね。葉っぱは2枚が対になってついています。こういう葉っぱの付き方を対性と呼びます。葉っぱの形は楕円形ですが、根元の部分は左右非対称になってますね。そして葉っぱの中心に紫っぽい斑点があるのが小錦草を見分けるポイントです。ただしこの斑点ないこともあるので、斑点がないからといって小錦草ではないというのは間違いですね。小錦草は東大草の仲間に特有の非常に珍しい花の付き方をしています。ちょっと小さくて分かりづらいんですが、苞、苞葉と呼ばれる皿のようになった葉っぱに蜜を出す腺体というものと、花びらのようにも見える付属体がついています。そして雄花と雌花がついているんですが、雄花は雄しべ、雌花は雌しべしかありません。つまり花は極限まで退化しちゃってるんですよね。身近な雑草もよく見たらすごい面白い花の付き方をしているんですよね。果実ができてますね。果実は上から見ると三角形みたいな形をしていて、毛で覆われてます。これも小錦草を見分けるポイントで、肉眼でもギリギリ見えます。果実を割ったら中から黒っぽい種子が出てきました。まあまだ未成熟ですけどね。成熟すると果実が割れて、この種子が周りに散布されるというわけですね。さあやっぱ小錦草といえばボンドのような白い汁ですよね。これ子供の頃プチプチ切って遊んだ人もいるんじゃないでしょうか。僕はよくやりました。はい、出てきましたね。先ほども言ったように東大草属は有毒なので、触るとかぶれることがあります。食べるのはもちろん、触るのもあまりおすすめしません。はい、というわけで今回は小錦草を紹介しました。このチャンネルでは身近な雑草もどんどん紹介していこうと思うので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。